シルビアン・ネイサーは、ドイツ生まれのアメリカ合衆国の経済学者、作家である。ジョン・ナッシュの生涯を描いた映画作品、ビューティフル・マインドの原作者として知られている。ネイサーは、ドイツのローゼンハイムで、バイエルン州出身のドイツ人の母と、後に CIA の情報将校となる、ウズベク人の父、ルシナザルの間に生まれた。彼女の家族は1951年に、 アメリカ合衆国へと移住し、その後1960年にトルコのアンカラへと移り住んだ。彼女は1970年にアンティウォーク大学の文学部を卒業し、1976年にニューヨーク大学で経済学修士を修了した。その後、ノーベル経済学賞受賞者はシリー・レオンチェフの下で4年間研究を行った後、1983年にフォーチュン社に記者として、 入社。1990年には US ニュースレポートのコラムニストとなった。1991年から1999年までニューヨークタイムズの経済担当記者を務めた。彼女は2001年よりコロンビア大学においてビジネスジャーナリズム講座発のジョニー・アンド、ジェームズ・エル・ナイト・プロフェッサーを務めている。2013年3月時点でネイサーは 過去10年間に自身の給料から支払った寄付金のうち450万 US ドルが誤った用途に用いられているとして訴訟を検討している。彼女にはクララ、リリー、ジャックという3人の子供がおりタリータウンに暮らしている。夫はフォーダム大学の経済学者ダリル・マクロードである。2011年に出版されたネイサーの著書第2作はチャールズ・ディケンズ。 カール・マルクス、ジョン・メイナード・ケインズ、フリードリヒ・ハイエクなどを含む現代経済の専門家に関する歴史を描いた物語となっている。この書籍、大追跡は、ロサンゼルスタイムズ書籍賞の科学技術部門を受賞した。大追跡は、ジェーン・オースティンのイングランドからアマルティア1000の近代、インドまで地球上のあらゆる人の暮らしに影響を及ぼしてきた。 人々の歴史を描いた作品である。この作品は、運命よりも自身の手に物質状況を置くことで経済がいかに人々の抱える貧困や富の剥奪から守るかを示した壮大な物語となっている。1998年、シルビアは自身の諸女作であるビューティフルマインドを出版した。この書籍は、ノーベル経済学賞を受賞した経済学者であり、 数学者のジョン・ナッシュの伝記である。ビューティフル・マインドは、ナッシュの人生を多方面から詳細に描き、彼の人間性や動機を詳しく追い、重度の統合失調症により、人間的、職業的な関係でもたらされるストレスに対して、興味深い視点を与えている。ビューティフル・マインドは1998年の全米批評家協会賞電気部門を受賞した。 2006年8月28日付のザ・ニューヨーカーに掲載されたネイサーの記事マニホルド・デスティニーはボアンカレ予想を解決したが2006年度のフィールズ賞受賞を拒否したグリゴリー・ペレルマニへの単独インタビューを含んでおりペレルマンの証明に対するフィールズ賞受賞者シニコール・トゥンヤウの反応を掲載していた複数の数学者がネイサーの描写に対して ヤウを擁護する手紙を書き、ヤウは訴訟を起こすことも検討するとの発言をしたが、それ以上の進展はなかった。ありがとうございます。